こんにちは、安定のケイドラです。こんにちは、お久しぶりのアボです。はい、まあ、この際といえばもう最近モンタマなんですけど、正直今欲しいキャラいないんですよまあ一応レベル5まで貯めたから引くんですけど、今回ミロク。あ、ミロク？あ、ミロク欲しいよ。何やミロクキスリラ。あ、ミロクは欲しいわ。3体目欲しいのと、アヌとモーリー、もうどんなにやったっけ、イケメンのやつ。あ、はいはいはい。水属性で俺持ってないの、あとモーリー持たないだけない。やっぱで、あとはもうラミエルとかそういう限定なってくんだけど、通常ガチャのキャラはモーリー持たないだけやから、もうここで引いとくと水の上で止まったらもうラミエルしかないみたいな状態なんで。怖それもそれで怖いなということで、アヌとモーリーも隣かな。あとゲーテや、ゲーテ。あー、ゲーテか、俺も持ってない、うん、ヘラクレスとかあってたからさ、行けますか。サクッと確定室来たら、その3体のどれだ。でも、そうそう、キスリラとミロクはで、ほぼ嗅ぐ、ほぼ嗅ぐ、音は聞こえてないけど、で別に、そんなに欲してないから2体目は。お、ベートーベン、当たり俺昨日もさ、なんかラック混ぜたんやけど、ベートーベンでもベートーベン、俺混ぜへんほうがよくない。いや、でもいっぱいいるんやで、だからもうラック30ぐらいおって、さらにまた2体ぐらい余計いるから。あー、いやなんか今回の玉露2で、うん、ベートーベン、波回でも強いし、イダテン、イダテンもめっちゃ強いし、なんかめっちゃ使ってたから、なんか6体ぐらい欲しいな。そんないらんやろほんまにそんないらんわ。6体ぐらい、まだの方がいるわ。そしたらまだ、まだですか。あ、まあいいや、とりあえず、まあ、OK です。ベートーベンでした、ベートーベンでした、ベートーベンでした。はい、まあ2ヶ月連続食べたんで、狙いは確実持つある。あとアイリス。あ、アイリスはまあアイリス持ってない。確実ちょっとそろそろ、もうだって大勝敗ってもう1年ぐらい、1年以上経ってるよ。そうやんな、俺だって3ヶ月目やってたから。よし、めっちゃよかったよ。じゃあサクッと、まあ塩の衆の剣ということでね。衆じゃない、杖の引け。杖の引け、エアプレター。にわか寝た、エアプレター。にわか寝たぜ。え、あれ衆じゃないの。衆じゃない、杖の引けって言うのね。杖の引け。え、あれ漢字は衆、漢字は終わる。あれ杖って思うやん。杖の引け、エアプレター。ほい、こいこいこい。あれ、あ、ザビエルや。初ゲットじゃない。初ゲット、初ゲット。あ、イザナミ回で強い。マジ、じゃあもうごめん、嘘つ、マリシェン回や。え、マジで。あ、マジで強い。神、あの、神子が、めっちゃ嬉しい。誰やろ。神子が神キラー、ドラ、マインスイーパーやる。マリシェン回で超強い。おしかもスピードアップか。冷静弱点麻痺っていう最強。神耐性、マリシェン回。神耐性、マリシェン回。やば、強い。これまだ僕、玉露終わってなくて。結構嬉しそうや。そう、普通に初ゲットは嬉しい。やっぱり、かぶらへんの。でも割と最近のキャラです。今年のキャラです。セイの引き合い、やっぱした今、剣心2話まで行ったんだよね。もうすぐルロケン、今3話目なんで、まあ、そんなところで間違うから出えへんわな。すいません、やっぱしました。はい、大変申し訳ございませんでした。で、また来月も引いていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターフォローにソロお願いします。あー、もう買うつつ出んなって人は高評価お願いします出ろって人は低評価。いや低評価いらっ出ようっていう人も低評価、もう全員ね、言っちゃう。お願いします。はい、はい